イネコントラムはチェコオストラバに本社を置く鉄道車両メーカー。主に路面電車車両の製造を手掛けており、イネコングループの参加企業である。この項目では、イネコントラムが展開する路面電車車両についても解説する。1990年に設立され、チェコのプラハに本社を置くイネコングループは、 設立当初東側諸国を中心に路面電車車両の大規模なシェアを誇っていた鉄道車両メーカーの KD ータトラを買収する計画を立てていた。最終的に実現することはなかったが KD ータトラの経営に不満を持っていた一部の従業員が移籍したことでイネコングループは本格的に路面電車市場に参加することになった。1996年以降 イネコングループは同じく路面電車市場への参入を目指していたシュコダトランスポーテーションとの合弁事業を立ち上げ、イネコン側が機器設計や展開、シュコダ側が車体設計や製造を担当し、1998年以降 03T アストラの販売を開始した。さらに2000年から製造が開始された両運転台式の 10T エリクトラは、 アメリカ各地の路面電車に導入され、市場を世界へ広げるきっかけとなった。だが、シュコダ側との意見の相違や不均衡が要因となり、互いに訴訟を起こし合う事態に発展したことで、2001年をもって両社は、合弁事業を終了し、独自の展開を行うことになった。シュコダ側が引き続きレイサンティの販売を続け、エレクトラへ発展した一方、イネコングループは、 オストラバ交通局の車庫を用いた新たな製造工場を作り、同社とのジョイントストックカンパニーであるダポイネコンを2001年に設立し、A3T や 10T の設計を受け継いだ路面電車、ブランドトリオを立ち上げた。2005年に社名を現在のイネコントラムへと変更し、以降はトリオをはじめとする新型路面電車をチェコやアメリカ各地の路線に向けて展開している一方、 軌道の修繕工事や旧型車両の更新工事も受け持っている。01塗料ヨーロッパ向けの型運転台式3車体、連接車。2019年現在チェコの2都市に導入されている。12塗料アメリカ向けの両運転台式3車体、連接車。2019年現在3都市に導入されている。ヨーロッパの路面電車へ向けて3車体連接車のトリオをもとに開発された。 型運転台式の5車体連接車。編成は台車を備えた短い3つの車体とそれらに挟まれた2つのフローティング車体で構成され、車内の64%が低床構造となっている。両端の車体に設置された台車は、トリオと同様に2機の3小誘導電動機を搭載した動力台車となっており、故障など何らかの異常が発生した場合は、 片方の台車の電動機を停止させ、もう片方の動力台車を用いて走行することが可能である。車内にはドイツやチェコの基準を満たした空調装置が常備され、運転台は冷暖房双方、客室は暖房、換気機能が搭載されるが、顧客の要望に応じて客室にも冷房を設置することができる。ヨーロッパの路面電車向けの片運転台式三車体連接車。 構造はトリオやペントから一新され、三つの大型車体が用いられる編成になったほか、両端の車体に一機ずつ設置されている動力台車を含め、すべての台車は中央部に回転軸を有しており、曲線走行時の線路や車輪の摩耗が大幅に抑制される。中間車体に設置された二基の台車については、顧客の要望に応じて動力の有無を選択することができ。 それに応じて、車内の低照率も50から70%と変化する。車両のデザインは、チェコのインダストリアルデザイナーであるパトリック・コタスが手掛けており、歴史的な建造物との調和や安全性を重視した外見、内装に仕上がっている。トロント向け車両カナダ・トロントの路面電車である、トロント市電の新型車両導入計画にあたり、イネコントラムは2001年に、 公弁事業を解消したシュコダトランスポーテーションとサイドの業務提携の合意を結び、共同で車内全体が低床構造となる100%超低床電車の設計を実施した。市電を運営するトロント交通局から提示された条件に基づき半径13メートルの曲線区間を走行できるよう、急遽3件に導入された連接車である。 KT4 の構造をもとに各車体に一機の台車が配置されるよう設計が行われ中間車体の台車は車体下部のサブフレームで接続する構造が採用された編成はカッター運転台式の4車体連接式で終電装置はトロント市電で伝統的に用いられるポールが使われることになっていただが2009年にトロント交通局は 新型車両として、ボンバルディアトランスポーテーションが手掛けるフレキシティ、アウトルックを導入することを発表したため、トロント市電向けのスペリオルプラスが製造されることはなかった。中国向け車両発展著しい中国の路面電車市場への参入を模索したいネコンは、2014年7月23日に、中国鉄路通信信号、商店電機との合弁会社である、 通行機動車両有限工事を設立し、同年に試作車の製造を実施した。編成はレイオンスペリオルに類似した、両運転台式の三車体連接式で、車体デザインもパトリック・コタスが手掛けたものを用いているが、台車の外側に電動機を配置することで、車内全体が床上高さ350から470ミ、mm、リメートルの低床構造となっており、210。 スペリオルプラスという形式名が与えられた。しかし、チェコでの試運転にあたり中国側の仕様と合致しない、箇所を変更する必要があったことや、12トリオの発想の遅延への対処から、オストラバ市電の線路を用いた、試運転の開始は2016年9月からとなった。ブルガリアソフィア市電の T8M-700、IT 型 T6M 型に、 低照式の中間車体が組み込まれた新型車両の開発と並行し、イネコントラムでは旧共産圏で長期にわたって使用されていた旧型路面電車の更新事業も展開している。最大20年の延命を視野に置いた工事内容となっており、制動装置や制御装置の改修、最新の海外製の部品の導入などにより、エネルギー消費量を最大40%削減する。 ことが可能となる。また、顧客の需要に応じて、社内の近代化、乗降扉の交換、台車の修理なども受け持っている。2006年までに実施された更新事業は以下の通りである。ありがとうございます。